はじめまして、僕の名前は熱血先生だ。突然だが今日でみんなとお別れだ。先生がいなくなってもしっかりやるんだぞ。ああ、全然思い出ねえ。帰ったら洗濯物取り込まなきゃ。超面白瞬間放送、炎の教師熱血先生。第2話、熱血先生の怒り。キンコンカンコン、キンコンカンコン。なんてことだ、誰一人宿題をやってくるやつがいないなんて。どうして誰も宿題をやってこなかったんだ。宿題が出てないからです。さすがだ、さすが俺の生徒たちだ。帰りに牛乳買って帰らないと。超面白瞬間放送、炎の教師熱血先生。第3話、熱血先生の焦り。だから3をさん付けして呼ぶと33となるわけだ。わかったな。お、どうして、どうして誰もいない。川上、森口、遠藤もいないじゃないか。わ、今日日曜だもん。うん、思い出した、日曜日は学校休みだった。上履き洗ったら明日までに乾くかな。超面白瞬間放送、炎の教師熱血先生。第4話、熱血先生の夏。キンコンカンコン、キンコンカンコン。みんな、夏休み終えてすっかりたくましくなったな。立花、まるで大人のように見えるぞ。丸山、お前いつの間にそんなに鍛えたんだ。若林、成長したのはいいが、おいおい、その服は校則違反だぞ。だけど、お前らが少し見ないうちにそんなに成長したのは最高に嬉しいぞ。それ、みんな僕らの親です。思い出した、今日は参観日だった。去年の海パン、今年も履けるかな。超面白瞬間放送、炎の教師熱血先生。やめないで、熱血先生。キンコンカンコン、キンコンカンコン。みんな、実はその本当に言いづらいんだが、先生は、先生はみんなとさよならしなくちゃならない。知ってます。どうして、どうしてそれを。だってもう新しい先生来てるもん。であるからして、メートルは目ととの間を伸ばして言うのが正しいのである。そっか、俺もうやめたんだった。そういえばリモコンの電池切れてたな。